は妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はですね、妖怪ウォッチのヤバすぎるコラボキャラ20連発いきたいと思います。まあ、ゲームだとか映画だとかでいろいろコラボしてるわけなんですよね。まず一発目、江戸川コナン君とジバニャンって実は合体してるわけだよね。そのキャラクターがこちら、名探偵コニャン。めちゃくちゃ可愛い。これ昔プニプニで登場したんよね。コナン君の服装をして、しかもメガネをかけているジバニャン、髪の毛ふさふさ、よく見ると左耳はかけてないよね。で、なんか尻尾の色も水色になってたりとかして、めちゃくちゃ可愛いんだよね。確かね、必殺技はサボらせ系かなと思います。続いて、キタロウとジバニャンも合体してんのよね。これ映画妖怪ウォッチのシャドウサイドオニオンの復活で、もう国民的妖怪のキタロウ、そして国民的妖怪のジバニャンがもう合体ってしたわけなんだけど、そのキャラクターがこちら、キタニャン。なんかね、これ30年後のジバニャンとの合体だから、ちょっとね、もう、もさい感じはあるかな。なんか、可愛さは若干ないかもしれないけど、まあ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 、ちゃんちゃんこ着てるし、髪の毛ふさふさやし、面白っていう、そんな感じでしたね。なんかね、プニプニとかでも登場してたかなと思います。続いて、ネズミ男とウィスパー。なんか、キャラ的には結構近いものがあるかもしれないよね。なんか、いじられキャラっていうか、ちょっとめんどくさそうなキャラクターっていう感じもあるかもしれないんだけど、合体すると、ウィス男。なんかね、違和感は全然ないんだよね。親和性が高いっていうか、なんかわからないけど、普通にいそうって感じよね。これ、プニプニでね、登場したキャラかなと思います。続いて、チョコボとジーバニャン。これ、チョコボってファイナルファンタジーのキャラクターですよね。それが合体すると、チョコボニャーン乗ってるだけちゃーんみたいな。チョコボにジバニャン乗ってるだけちゃーんみたいなね。そんなキャラクターなんやけど、これ妖怪ウォッチ3で登場したかな思います。さらに、ファイナルファンタジーのモーグリ。めちゃくちゃね、可愛らしいキャラクター。なんか妖精っぽい感じだけど。で、さらにジバニャンが合体すると、ブン、モーグリニャン。これめっちゃ可愛いよね。ジバニャン要素ちょっと薄いっちゃ薄いんだけど、まあ、左耳かけてるし、顔がなんかこう、まんじゅうみたいな感じでポテーとした感じ、鈴もついてるしということですね。両方のいいところを取った感じではあるよね。可愛らしいよね。これもね、妖怪ウォッチ3で登場したキャラよね。続いて、ワンダーフリックとジバニャンね、コラボしております。これ、レベル5さんのコンテンツかな、スマホのゲームやったかなと思うんですけども、コラボしたキャラクターがこちら、ワンダーニャン。めっちゃかっこいいよね。こう頭もさ、フードついとるし、剣持っとるしで、勇ましいジバニャンって感じかしら。ワンダーニャンは妖怪ウォッチ2で登場してんよね。必殺技がニャッサーソード。ちなみにワンダーフリックはもうサービスね、終了しております。続きまして、ハローキティちゃんとエンマ大王。これやばすげーんと。ハローキティちゃんってさ、めっちゃ可愛いや。これでイケメンのエンマ大王。合体したらどんな感じなんの？カオスやんと思うんですけど、それがこちら。ハローキティエンマ。もうカオスってるよね。これキティちゃんがガングロになり、スーパーサイヤ人みたいな髪型になってんだよね。エンマ大王の要素が加わってる。服装もね、エンマ大王の格好になってる人。めちゃめちゃイカチーよね。これプニプニで登場してます。さらに、ハローキティちゃんとジーバニャン。これさ、まあ、両方とも可愛いやんか。この二人が合体すると、キティニャン、ジバニャンがなんかキティちゃんのなんか着ぐるみ着たような、そんな感じだよね。めちゃめちゃ可愛い。ジバニャン一応ね、性別的には男の子みたいな感じかなと思うんだけども、こういう女の子っぽい感じ、リボンとかもうすごい似合うやんか。そしてクロミちゃんと百鬼姫、なんか両方とも悪魔っぽい感じっていうか、ちょっとね、そんな感じをするんだけれども、この可愛いクロミちゃんと百鬼姫が合体するとこちら、百鬼姫クロミ。超絶可愛いんだよね。百鬼姫可愛いから何でも似合うやん。しかもこのね、悪魔のこの尻尾みたいな、もうすごく似合ってる。仮装した感じ。なんかハロウィンに仮装した感じもありますけどね。これもプニプニに登場してます。そして、キキとララが、キラコマと合体すると、こちら、キキ&ララ、キラコマということで、なんかね、星が増量した感じ。キラコマのなんか背中のところにも星あるし、なんか星のスティックも持っとるしで、ちょっとね、星増量って感じですよね。さらに、マイメロディ。マイメロディもめちゃくちゃ可愛いキャラクター。そして、コマさんでしょ。もう、天使と天使の合体よね。大天使になんじゃねということなんですけど、合体するとこちら。
コマメロディ超可愛いやないかー、まあ、コマさんの眉毛のところがなんかね、マイメロディちゃんの耳になったような感じ、やばいぞこれは、チート級の可愛さよね。続きまして、デンジャラスリーマン、これコロコロコミックのキャラクターなのかなと思うんですけど、それとジバニャンが合体したキャラクター、こちらディーリーニャン、おっさんのジバニャンって感じだよね。これもね、プニプニのキャラクターなんだけど、ヒゲも生えてるし、もう目つきもね、なんかすごいおっさんな感じなんだよね。続いて7つの大罪のホーク、まあ豚なんだけど、それとジーバニアンが合体したキャラクター、それがこちら、赤猫バージョンホーク。何これ、これもちょっとカオスすぎひんみたいな。赤い豚だし腹巻きしとるし尻尾生えとるしみたいな。ジーバニアンのね要素はちょっと少ないんだけど、ベースは豚なんだけど面白いコラボキャラだよね。これもプニプニで登場してます。続いてご当地系のコラボいきましょうか。マーライオン、これシンガポールのあのね観光地にあるやつ、こうな口からバーって水が出てるやつね。でそれとジバニャンが合体したやつがこちら、マーライニャン。めちゃくちゃね面白いよねジバニャンとマーライオン合体してて、しかも口から水生えてるみたいな。これなんかねメダル、シンガポール、どこやったっけな、どっかの国限定のメダルなんだよね。そしてこちらアメリカの自由の女神とジバニャン合体すると、自由の女神にゃん。これなんかアメリカ版のプニプニだとかでコラボしてましたよね。あとメダルとかでもねあったかなと思います。続いては韓国のアンコウギョシ。アンコウギョシってこれなんか韓国のそのなんか地方官、昔のねその地方官が悪さしていないか不正をしていないかっていうのを調べる国王直属のなんか秘密捜査官みたいな、まあ、正義の人って感じかなと思うんだけど、それとジーバニャンが合体するとアンコウギョシニャン。これ韓国限定のねメダルなんだけど、めちゃくちゃ怖いよね。なんか黒ニャンに近い感じもあるよねこれね。あとこちら台湾かなと思うんだけど、ヤムチャとジーバニャンが合体するとヤムチャニャン、こんなんあんのみたいな。だから紫色のボディで、これでね服装も可愛いよね。ご当地系ラスト、台湾茶とジバニャンが合体すると台湾茶ニャン。今度ね緑色の体になってて、なんか、ね、お茶を注いでんだよねみたいな。これ確かに台湾か香港限定、いや台湾限定のねメダルのキャラかなと思います。そしてダンボール戦記ウォーズでジバニャンねコラボしております。そのキャラクターがこちら、ジバニャン。ジバニャンがなんかロボになっちゃってんよね。すごいねかっこいい感じですよね。さらに装甲娘っていうところでもですね、ジバニャンコラボしてあります。それがジバニャンということで、めちゃくちゃね可愛いよね。確かね声優さんも小桜悦子さんやったかなと思います。以上20点なんですけど、ラストおまけで2個いきましょうか。ファイナルファンタジーコラボでなんか私学っていうなんか装備があるみたいなんだけど、それとジバニャンがコラボして私学にゃん。なんかね、めちゃくちゃね、かっこいいジバニャンなんでね、装備強そうって感じ。で、さらに、ウォーライオン。これもファイナルファンタジーのキャラクターかなと思うんだけど、ウォーライオンとウィスパーが合体して、ウィスライオン。おもろすぎるんだけど、顔ウィスパーになってて、めっちゃ強そうっていうね。はい、ということで、以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。